さて今燃える気持ちを持って横浜 FC そして柏レイソルの一戦です。風は緩やかに右から左に流れています。さあ前半の45分がスタート。どういう立ち上がりになりますか。高い位置までどうやらレイソルはここまでは行きません。拾ったのは古賀、そしてレイソルが足元にクリスティアーノ、オルンガに一発、そしてバウンドはしてオルンガシュート先制、早くもオルンガ爆発。前半4分、柏レイソル18ゴール目、オルンガ0対1、トランジション一発でしたね。はい、2人のやっぱり力量がもろに出ましたので、クリスティアーノからオルンガ、その前の相手のボールがこぼれた時に古賀が冷静に三原に渡してるんですけども、そういった最終ラインの選手のプレーの部分も見事につながってますし、やっぱりクオリティマギーニョ、そしてマギーニョが左足入れたボールちょっと合いませんでしたが、ここは取りに行きました。安永、マギーニョ、マギーニョシュートはここで打てるかどうか、左右足、わずかにキーパーのキムスンギュの足、安永前に行きたい、マギーニョ、レアンドロ・ドミンゲスにワンタッチ、セルマー抜けた、シュートは打てるか、セルマー外してしまった、ビッグチャンス感じられます。チームとしてもここをやっぱり使うんだと、このスペース取るんだというところがしっかりできてますん でセルマーの抜け出し方も非常にうまかったですし、ただ神谷がよくついてきましたよね。胸トラップ高い、しかし胸だ、柔らかいですね、柔らかいですね。オルンガ懐にすんなり入ってキープ、三つ丸、三つ丸、おいほら、おお、ヘディングシュートはオルンガ、スッと入ってきましたね。あの三つ丸のね、外側にこう、そのままいいところにカットをしてシュート体勢は取れないか。一旦右に開いてクリスティアーノ、もう一度クロスボール、そしてオルンガに通らず前に二人いました、シュート、最後はロッタンが防いだ。もう一度チャンスはあります。まだですね。ドルドミンゲスが飛び込んできました。ただ迫力のあるこの一連のシュートまででしたね。やっぱりあのボックスの近くになると、まあ、クリスティアーノも横浜 FC 柏レイソルエンド変わりました。前半が終わり後半のスタート、右にエンドを取っているハマブルー、横浜 FC がどういう反撃を見せますか。何度もリクエストしてレアンドロ・ドミンゲスを使いたいんですが捕まらない。その間にオルンガ得意のボールダッシュから独走シュート、わずかにバーの上、まあ、おびき寄せ、おびき寄せ、そのまま三原がしたところでバックパスオルンガカットだと、はい、まあ、ここの内側のドリブルも非常に理想的なコース取りで、おそらくキックも感覚的には良かったと思うんですけども、はい、ちょっとだけ枠外れたんです、外側に行ったんですね。安永後ろから来てるぞ、レイソル激しく寄せてきた。さあようやく何かレイソルの持ち味である球際の強さ出てきました。レアンドロ・ドミンゲスの、レアンドロ・ドミンゲス、キムスンギュ、おそらく今度はゴールに向かってきます。いや、いいゴールだ、そのままゴール前、キムスンギュ抑えた、わずかに一塁はしてますね。はい、あ、ごめん、ほら北詰から出たボールです。はい、川口行きました、川口が今度は中に来る、そして川口が入れたボールシュート、わずかに右外れました、決定機、これも決めたかったですね、このボールね。決めたかったですね、ある程度カウンターを狙ってると思うんですけどね。はい、うん、だチャンスになりました。松尾が何を考える、一人かわした、松尾いいパスだ、シュート、いやー惜しいですね。これは袴田にしてみれば左足絶好のけども、左利きの選手が左にいるとですね、まあ、ライン際うまく使えるっていうのと、先ほどみたいにこう外側から斜めのボール打ち込めますので、まあ、貴重ですよね。なるほどね、うん、おー、オルンガです。いや、これはオルンガすごいな、今日2点目まさにこの力で沈めました、オルンガ19ゴール。でもやっぱこの選手はまず位置取りがうまいですよね。少しプラーベしながら小林幸喜の背後を取ってですね、はい、でそこに川内からボール出てるんですけども、あとやっぱり足を伸ばしきったところでもボールが止まるっていうだけじゃなくてボディーコントロールとかが優れてますから、やっぱその後シュートまでがスムースですよね。はい、でいつも思うのは、まあ、あ、なるほどね、おっと、これは決定機だ、2対2、オルンガが空いている、オルンガを使うのか自分で行くのか、そのままシュートだ、6ターンのファインプレー、気迫のプレーです。まあ、小屋もやっぱり点が取りたいぞと、ターンをして渡して、
もう一度右にワンタッチ入れたボール、頭で来た、大谷だ、谷ゴール生まれて3点目、0対3、柏レイソル相手の息の根を詰めるアディショナルタイムでの3点目、まあ、かなりの密集だったんですけども、しっかりあの状況を見てプレーを変えて、で外に持っていったところからクロスですよね、川口のクロスですか、真ん中で相手引きつけられた分、外に持っていった時にフリーだというところと、また外からボールが入った時に守備側が体勢整えられなかったですね、マークつけなかったですもんね。川口は前に行きます。そして今ホイッスルが鳴りました。このオルンガの2点は効きました。そして追加点大谷、はい、終わった瞬間に力強いガッツポーズ。